チーズ。いいチャンスに巡り合えたな。はい。よかった。こちらのガソリンスタンドに飾られているのは、あの大谷翔平選手のグローブです。店の人も憧れの大谷選手のグローブを手に取って嬉しそうです。軽いですね。お客さんが来た時にちょっとグローブがあるよって紹介したら、すごい喜んで。志布志市有明町伊崎田のガソリンスタンドに今日飾られたグローブ。1月上旬、大谷翔平選手から地元の伊崎田小学校に贈られたものです。全校児童の前で開けたんですけれども、大変興奮してですね、グローブに触れることができた、そして使うことができたということですね、とても喜んでおりました。子どもたちが使うとき以外は校長室の前に飾ってありますが、喜んだのは子どもたちだけではありません。学校に出入りされる業者さんですね、あ、大谷グローブですねっていうふうにいつも声かけてくださって、で、あ、どうぞ触ってくださいって言うととっても喜んでいただいてですね、大人の方もこう喜んでいただけるっていうのがあるっていうのを考えていて、大谷グローブの方から出かけていったらいいかなっていうふうに。そこで指導したのが大谷グローブ伊崎田商店街を行くプロジェクト。子どもたちがグローブを使わない春休み期間を利用して、校区を走る県道63号沿いを中心に、飲食店や施設など20カ所で1日ずつ回し、貸し出します。どうぞ、こんにちは。あ、持ってまいりました、大谷グローブ。ありがとうございます。ぜひ、はい、触って遊んでいただければ、はい、はい、ありがとうございます。もらってこれ柔らかいボールなので、はい、もうお店の中でポン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 やってもらってます。はい、ありがとうございます。それで外でこう。初日は45年続く菓子店です。やっぱかっこいいですね。うん。やっぱちょっとテンション上がりますよね、これ見ると。うん、一般のお客さんの方も、まあ、ニュースで見るだけでなかなかね、触ったり見る機会ないと思うんで、こういう機会があって、まあ、よかったなと思います。あら、よかったね。はい、失礼しました。夢、ね、が詰まったグローブだと思いますからね。バッチリです。大好きなんで。ありがとうございます。ピーク時には700人を超えていた伊崎田小の全校児童は、今年度は65人。学校に届いた大谷グローブは、子どもだけでなく、地域住民の話題になっています。人自体がやっぱ減ってるっていうのもあるんで、自分たちがそういうちっちゃい時の頃よりやっぱりちょっとにぎわいみたいなのはなくなってきてるのかなというのは感じます。今話題のものというか、旬のものなんで、まあ、こういう地域の活性化とかのためにもなんかいいなと思いましたね。こちらの飲食店でも、ここのほら、これの今日あれで、大谷さんのグローブで。ああ、そうなんだ。はいはいはい。本当にいい企画でしたね。ねえ。うん、すごいよ。それこそニュースでしか見たことないから、ありがたいと思いますよ。はい。自分たちもやっぱり、小さい頃はこんなソフトなんかやったりしてましたので、いい気分になりました。はあ、あ、私とね、学校で触った？触った。野球したよ。へえ。グローブを貸し出すことになった伊崎田小の子供たちは、小学生だけに配られたから、大人の人たちも見たいと思ったからいいと思う。校長先生がいい人だなって思いました。嬉しい。大谷グローブを中心に大人も子どもも一緒に笑顔になる伊崎田地域の春休みです。掴める。お、掴んだ。子どもたちが喜んで提供してもらったことをですね、地域の活性化につなげてもらいたい。